呼び出したりとか、事務所に行ったりするのが、ちょっといやコロナで嫌ですみたいな雰囲気が出てきたから、それでもでもね、やっぱりね、ちょっとターゲット変えたんや。だってさ、配信者でさ、すいません、茶そばください。茶そばです。配信者でさ、茶そば、配信者でさ、嘘じゃないから、239配信者ってさ、もう配信しながら投げ銭が目の前で投げられていくから、ずっとその人にやってもらってたんだけど、別れちゃったんだよ。その日によって、今日暑いから休もうってな感じで。だから、税務署を把握できるんですよ、こいついくら収入あるんだ。調査せんでいい、細かく。病院じゃなくてさ、なんか狙われてる。しかも稼いでる。その日になってさ、もう今日は暑いから休もうって。簡単なもんだって、動画とか証拠抑えられない。はい、いくら、一番いくら。そう、ここの茶そば美味しい。ねえ、疲れてんじゃない。あんま寝れなかった。いや、そのなんかね、総理ね、急に爆弾発言してくるから。誰？あの、カウンターないんだけど、もしやったら。ああ、もう気をつけてよ。大丈夫です。はい、大丈夫です。あ、似てんのかな、総理と前って似てる。なんかね、総理ってね、あきこママに似てる。あきこママに似てんなって思う。なんか一見優しいけど、なんか表現する時があるじゃん。そういうとこがなんか似てる。なんかびっくりする、急にびっくりする瞬間ない？え、あんな優しかったのに、え、そんなこと言っちゃうのみたいなところが似てる。あの、ちょっとこう、闇深いよね。いや、なんか眉の方がなんかこう、びっくりしないっていうか、びっくりしないというか、いい、なんか総理とかママだからこそびっくりするじゃん、急に発狂したりしたら。なんか似てんだよ。相手はまだ若いんですよ、30代。最近はもう福ちゃんでやんだがもうなくなった。それはなくなった。なくなった。鼻赤くね。ずっと今日はおしぼりで顔ずっと出てたの。鼻真っ赤やで。うん、え、さっきは赤くなかった。めっちゃ赤いよ。あ、いいっていいって。何が？あれ？いいって。え、ちょっといいって。いいって。一回びっくりして忘れちゃった。いや、ちょっと多い。なんかおしぼりで拭いたから暑いの、なんか熱中症かもしれない。熱中症？なんか顔様子おかしいもん。いや、なんか今日結構顔が分かるの。大丈夫かな、顔が分かる。総理って何型？早く言ってよ。何型？顔分かるんだ。何型？ A 型？そう。日本で名前が出てる。今回はね、阪神で変わる。まあ、しょうがない。深焼き用。A 型か。どうしようかなと思ったの。深焼きってね。熱中症だったら、これ見たみたいに名前を入って焼いてる。読みな。食べたなんか慶応デパートでなんかの、あの、催し物やってる時にイカ焼きってあったんですよ。ああ、食ったあの、でもあれ、イカ焼きはさ、やっぱそれお酒飲んだ方が面白いよ。こっちはね、違う、お好み焼きみたいな。あ、そう、それにイカが入ってる。ええ男を凝らすとしつこいの。
あれすごい。関係ないんだよ。あの慶応デパート。あそこ慶応デパートでさ、あんま血液型信じないから。催し物ほら、しょっちゅうやってる。前もそうだと思ってた。大九州地点とかで、空気は北海道も。だから膨らんでるじゃん。たまに時間があって、あれ興味がない。大型なの思ってたずっと。うん？大型だと思ってた。汗かくわけですよ。あ、やば。何？風が通ると気化熱で。そのイカ焼き、イカ最初、イカ焼きって言うから、イカを鉄板でジューッと食べるの、そうじゃなくて、お土産みたいな、お土産じゃないみたいな、前も見る、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 俺も体力的に聞いてよ、占いでさ、めちゃくちゃ当ててくる人いて、占い師で、ね、電話占いでさ、あ、マキさん、髪ショートカットにしましたねとか、今名前大丈夫？バレてる？急に笑い出して、前髪、あれ、マキさん前髪どうしちゃったんですかとか、で電話、テレビ電話じゃない、普通の電話で、すごくね、もう全部見えちゃうんだって、ね、その上どう思う？美味しいでしょ？そう、うまい。うちの母親も俺の宮沢利益で、私が叩いて作ったの。最近、ね、くどかれてるんだよ、ね、いけないと思って俺占い師にくどかれてるんだよ、絶対に絶対くどかれてるんだよな。こいつこんなんだ、私は3万単位が増えちゃう。お金いくらかかるんだよ。もう全部100万くらい使った。え、その占い師に、うん、100万は使った。物産展の話になるんですけど、信じないの。え？何年間で1年間で、まあ、だからまあ2、3年とかトータルだよ。トータルでそこで使ってるだろうなってこと。もういい加減わかんじゃない何年も。いや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 、なんで私がハマっちゃったかって、だから最初にズバッとそういうこと言われたからなんだよ。だって今ね、だってイカがね、こっち来ないし、ね、絶対ないそんな一杯今ね、700円、はい、なんでそんなハマったかって、一発目でもう覚えてないけど、まさにだからね、すごいね、とにかくその人役に立った。でもめっちゃ救われた、その人のおかげで。その人が遠隔で、あの遠隔で頭撫でてよしよししてくれたらしい。そしたら潜在意識の眉が大泣きしたらしい。でもなんかそれ聞いてすごいスッキリしたんだよ。例えば、茨城の中身などに行った気がする。安いからこれ実家に買って帰ろうじゃんとか、すごい言われちゃったじゃないですか。半端ないですよね。そう、遠隔よしよししてくれた。イカ様、イカ様、イカ様、イカ様。あ、ナイス、ありがとう。両方の言葉に使えた。そろそろ、まあ、なんか会いたいなみたいな、ありがとう。もっと言われたんだよ、ね、会わない方がいいのかな。何も買わされたりしてない。どう思う、どう思う、何が？何聞いてなかったの？あ、占い師が会いたいって、みたいな感じのこと言ってるって。うん、プロなら、その人はプロかどうかがね。プロだね、完全に。でプロが、こう、客やん。入り込んじゃう。相手の中を見る人間が入り込んじゃう。果たしてどうなのかなっていうのは、相手の中のものを見るって仕事のせいだからね。一回1万円で買ってこいっていうと、ボーイングしたり、要は生イカは売ってないから。当時、私が子供の頃だから、流通が今みたいに今じゃもう
名古屋とか盛んに売られるような流通になってますけど、当時は3、40年前は、いやいや50年前、高いと思うか安いと思うか、当たってなかったら高いけど、すごくすごく当たってたらどうだろう。もう帰るよ。はい。夕飯の食卓に登るような。皆川さん、1650円です。親父は別にして、僕たちの。皆川さん、1650円いただいて。いや、暑いなぁと思って。なんでこんな暑いの？なんか顔疲れてんな、今日もなんか。鮮度の問題があって、すごい疲れてる。嫌だな。子供の頃に、あとほら、手際がほら、お祭りで焼いてるなんか1ヶ月で休みてぇな。え？休めば1ヶ月でもずっとポケッとしたね。旅行行こうよ、旅行。今でほら、600円。ねえ、2150円。ねえ、旅行。休めるんだね、休みたいけど、休めんもんね。この発音みたい。いや、そうかもそうかも、福島の味ですから。だから、生の。愛知の方とかね、現場行ったよね。いや、私ね、結構総理にはどっか行こうって言ってる。で、よく遊んでたんで、総理と。ね。旅行しょっちゅう行ってたよね。ね。で、一緒に住んだら逆に仲悪くなっちゃったんだよ。住まなかった時はもうしょっちゅう遊んでたよね。ね。うちの玄関で寝てたりとか、あの別々で ね、あの暮らしてた時よ。仲良かったんだけどね。山の人は山の人の考え方とね、住んでからおかしくなっちゃったよね。性格的なものありますか？仕方？仕方？余計な変な。だからもういいってアンチの肩を。だから前になんか なり合いたいけど、なり合うとそんなことアンチの友達に余計な勘違いされることが発言したら、じゃあなんてやばいやばい、安い旅館を探すんだけど、そういうところにみんな集まってくる。全部見えるんですよ。これはいいね。いいね。これはいいね。なんで電話聞かれないの？あ、そうそうそう。うちのね、僕の福島にね、入る時に高速道路使ってやるか、ワーホンの時に入ると帰ってくるんですけど、のんびり会、今回のんびり会、なんか、その、なんだろう、会道、会津会道って総理の生きがいって、ありがとうございました。雑談たぬきで眉を叩くと、みんながこう、さすが総理みたいな、なんかそういう感じだったんだけど、なんか、なんだろう、だから総理の場だったんだよ、雑談って。前のアンチ掲示板で。暑いっすね。それが仲直りしちゃったから、アンチにもう総理さんにがっかりですみたいなこと言われたの、ショックだったらしくて。だから私になり合ったこと言っちゃうと、その雑談の住人になんか顔見せできない。元気すぎて。っていうことなんだと思う。こうやってくるのも。多分ね。だからそんなの気にしてたら、喋れないじゃんって。気にしないでよ、それ。ね。いや、今どうだか知らないですよ。私何回か見てるのは。ね、ずっと黙ってんの。固定、つまり。最近。俺、誕生日なんだけど、今日。ごめん、ちょっと飲むから、待って。じゃあ、アンチのこと気にしてさ、俺と喋んないとおかしくないか。最近前言ったかな。雨降んないと、あそこほら、文化、栃木県民の。仲良かったよね、とか。男同士でもない。わかるやろ、俺男やね。そういう女や。そういう話ってあんまり。歌謡曲みたいなことあんまり言えないの。わかる？なんて偶然か。歌わんやん、俺カラオケでも。歌うやん。変な曲しか。柴田恭兵とかの歌しか歌わんやん、俺。なんか恋愛の歌とか歌ったこと聞いたことある？ないやろ、俺。喋らない、歌わないよ、俺。それ仲いいよね、よかったよねって言って、そんなのね、仲良かったけど、言ったっけ。
その年でゆりなさんのこと言うの。いやそうだねってよくない？いや仲良かったよね。重たいんだよ。そんなんで。そんなこと言われる。全然ね、全く平気の平気だと。カラオケこの前行ったよ。お客さん着いたからとかって言いながらこの辺にビールが置いてあった。なんだよ、すげえ。重たいってあんたが言うの？いやいや、適当じゃないんだろ。って自分で言ったら、それ天ちゃんいい時に言ったらいいけど、次の日も恥ずかしくなるかもしれない。朝よく夜送った文章を朝見ると恥ずかしくなるからね。毎日恥ずかしいことって、返してよとか言うの、ね、返してよって。これだよ。ね、俺のこと捨てるのとか言うの。そう捨てるんだ。でもあのじんちゃん可愛いよ、夜一緒に寝たら。私びっくりしたのは、私の来るでここの近くにね、美味しいトンカツ屋さん。ずっと仰向けになって寝てんのよ、最近知ってる。つくちゃんのことで寝てる、仰向け。ちょっとだけの時間や。ちょっと、いやいや、とにかくグッグッグッ。1回目で終わって、今、仰向けになって寝てる。可愛いね、解放されてんの。ずっと数時間。皆さんね、そうするとこう、ただ誘ってくれって猫やん。そうそう、猫やん。もうびっくりするよ、夜は。もういいや、もう電気黒くしたら、暗くしたらつけて買ってみたら、可愛いよね。福ちゃんと同じぐらいの感じ、気持ちあった。いけないんだと思った。最終に、正直、最初に12ヶ月福ちゃんのが可愛くてダメだな。ソースは美味しいのも美味しいんですけど、どんどん可愛くなってきて、自分あの普通幼い方が可愛いやん。なんかお人形さんみたいな。なんか表情豊かになってきて、こう喜び、怒り、喜怒哀楽っていうか、こう顔に出るようになって。あ、もうそれだけは許せないから。ないんですけど、いやそうすごい美味いんですけど、操作派なんですけど。ただ散歩の時の、恵子ちゃんと散歩行ってる時の笑顔は出しきれないね。ただ夜は本当可愛いよね。なんでこんな甘い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 腹から体温出してる。人気でね、熱くて人気のとんかつ屋さんで、普通ね、大丈夫かな、有名なとこだと3000円ぐらい取っちゃうじゃないですか。申し訳ないけど、とんかつってそうだね、3000円は出せないよね。なんかコメントででもなんだかんだ言い合いで喧嘩してもまたこうやって一緒に飲んだりできる関係っていいよねって。そこの店はシカト？だからその歌謡曲みたいなセリフダメなの。歌謡曲みたいなセリフだったみたいな感じで、いやこれ並ぶわけだわみたいな感じで。学生の街だからね。ねえ、ケイコちゃんかわいそうだよ。なんで？なんかケイコちゃんにすごい誕生日に感動的なメールが来たの。また1ページ1ページあのマキと出会った思い出は全ての1ページ1ページが宝物だよ。親父にこうやってソース飲まれたって感じの食べ方で習って掲示板の全部見たんだ。掲示板に叩かれてさ、恵子ちゃんの文面がそれ見てどう思った？いや、すぐ分かったけど、なんか知らないけど掲示板の人たちって俺が出した説が出て、結構みんなこれ俺が出したの。なんで嬉しそう？いや絶対俺今度は出さんかって思ったら、いやこれ絶対書いた人の一人しかいないんやろ。いや私がブロックしたのは、そういうかけでお前には総理しかいないよっていうコメントだから、それはいいんですけど、そういうかけでゴキブレどうでもいいんだけど、好きなように食わしてくれっていう気持ちは、あれ俺が出した説になってる掲示板では。3人ほど、あ、これ、俺が、あ、書きそうとかって。で、見てんじゃん、掲示板。あれから見てないって、嘘つきじゃん。見てるじゃん。たまにね、見てる。あれから見てないってする。いや、だから、ね、これんとこ来るとか言うから見たりするよ。は？いや、なんか、ちょくちょく俺んとこ、絶対これ今回俺んとこ来るって言った時に、見るよ。俺のところに行くっていう情報が行ったことによって掲示板ではどういう、韓国のやつも見たって言ってたじゃん、掲示板。だからあれ、姉ちゃんが電話かかってきたかとか聞いてきたからみたいな。ほんとほんと、いや俺結構忙しいんだよ、めちゃくちゃ今。
昔はよう、コーヒーブレイクみたいな感じで、4時とか。ソリさ、ナイスそう、手伝ってよ。ナイスお願いしますって言って。それはそれできる。なんで言えないの、無料なの。なんで言えないの。でもね、八王子知ってるでしょ。無理かなと思って。ね、八王子知ってるよね、カヤクさんと。ああ、と思って。八王子知らん。八王子って知らん。八王子？ナイスお願いしますだけ言って。なんで言えないの？いや、同業者もあるから。え？同業者ともあるから。いや、配信 やりたいって言ってたじゃん。え？なんかもう変な誤解を与えたくないの。誤解ってだからアンチでしょ？だからそれやめてって言ってんの。もうそれやめてマジで、それイライラする。誤解って何？誤解って何だよ。結構傷つくの。誤解って何？いや、なんか、誤解ってマジで何？例えば、本当は、嬉しくて仕方ないのにとか、なんか、どんどん妄想膨らまされていくやん。普通の立ち食いちょっとするとか、煽られるんだよ。煽られたくないから。ね、なんでそのアンチのこと意識しなきゃいけないの？うまい。だって俺素人だわ。素人とか知らないよ。私って素人じゃん。プロじゃないよ。事務所に入ってるわけじゃない。すいません。氷ください。はい、氷入れてあげて、こっち。みんなダメだよって言ってるよ。ね、おかしいってあん頭おかしいな。一時期さ、雑談たぬきの人はみんなまともな人って言ってたからね。マジでこいつやべえなってましたね。まともな人なんでしょ、みんな。正しいんでしょ。いや、なんか たまにまともなこと書いてる人多いよ。いないね、マジで。いや、なんかなんでこんなまともな人がこんな掲示板に書くんだろうと。まあ、自分も書いたことあるけどね。だから同レベルってこと。そう、今日39度だよ。このままいかないの？死ぬ。俺出張あったんだよ。あ、そっかそっか、出張だったもんね。いいこと聞いた。なんか仕事の風が吹いてきて、仕事のモチベーションが上がりそうな気がして。散歩がたら、すいません。お子さんと行ってみるのありかもしれない。天丼とかあるのうちあるから。いらないけど。そばだ。こんな感じの関係っていいよね。寿司屋の感じになってる。そう、本当歌詞に出てきそうな、あれあれ。歌詞ね。そうか。氷取ってここ真ん中。氷、ここに氷があるかと思って。こんな関係で絶対ないよね、だって。お疲れ様あったわ。何払い。だから不思議なんだって。だから不思議だよね。52歳だよ。私31でさ、ちょっと。でも別に本当に正面みたいな感じの色して、家族みたいな感じ。え、ずる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 って二つ締め口してたら終わっちゃう。お誕生日祝いってまだ、みんな今からなんかあったの？コンビニなかったから。いや、もうないやろ。もうないの？いや、私はちょっと、いや、だって今でも金返してって言いたいぐらいした。まあ、まだ今日火曜日よ、まだお前とこなんか絶対うまくねえよみたいな。本当は土日とかやったらもうすごいテンションで気楽にやってるけど、じゃあ時短やってくれる？いや分からんのかな、こういうこと。なんか本当に忙しいよ、この最近。太いやつじゃないと、それこそ長野のやり直したい。広いやつとかダメ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 、そうじゃない、そうじゃない。嫁はね、今下で選挙してるから、二つ言われた状況。私はやっぱり色のついた方がいいですよね。そう、僕はね、白いのはさ、来たら家出るから前もって言ってくれって。グリーンコーリアって、それはね、最近気が入った。あ、ありがとう、天気これが高くないと思う。本当はね、実家のイギリスに行く予定だったの。そりゃそこ、いや、総理52って知らんかったの。うん、そこ、都営やから、なんか
住所にいない入事でもいいから、住所にいないから登録されてない人が来ると通報されるらしいです。今月旅行行く？いやだから分からないって、今月とか今のいつ分かんのじゃん。ちょっともう明日とかいろいろ聞いて、忙しくなりそうだなとか。明日分かんの？いや分かんない。どっち？いつ分かる？いやだからそんな簡単に行けないよ俺。昔のお寺に近いところ、今のサラリーマンみたいなもんやから。そば屋に、そこがあの麺を作って供給してる。本当は余裕で行けるの？俺の契約上ではラーメン屋があってさ、そこもあの月160時間出ればいい、140時間働けばいいわけ。両方書いてあるんだから。そんな地球じゃないですか。だから18年しか働けない。配信見てないの最近？だ見えないやろまず。じゃあこれだけ教えて。じゃあ流水さん、流水さん美味しいんだけど、もう今こんじゃってて。好きな配信者さんね。そしたらその隣のね、島田屋さん。あ、だから俺、人が多いやつだけ美味しいじゃん、そこそこってから、すごい美味しいんですよ。で好きな配信者は誰？ここも美味しいし、駐車場も美味しいし、正直、本当のことは本音言うけど、本音は面白いと思ったから、ね、誰を？有数者、配信者を、配信者は、すごい面白いってことはない、うん、やっぱ YouTube の方が面白いな。そりゃそうやろ、素人だもん。まあ、その中でも、一番安心して見れたのはやっぱ川西さんよね。あ、そうなんだ、うん、中身がないけどオケーと見れた。それめっちゃいいことだ。いやいや考えてるから、まあ、考えてるから、まあ、やっぱりすまん。じゃあ一番配信好きなのはゼロワンなんだ。いや、よく見てた時はそれをよく見てたね。誠二さんはちょっとね、ちょっと難しいんだよね。政治さん難しいですね。ポケット見れない。考えちゃうってこと？そうだ。ちょっと気が来るの。気みたいな。え？気が。そうだね。木っていうかなんか、ね、なんていうの、喧嘩とはいかんけど、なんか来てる感じ、圧力で。圧力。目がギョロッとしてるやん。ギョロッとしてるから、なんか、ね、ポケーって。目がギョロッとしてる。なんかちょっと睨みが昔あったなみたいな感じの人だから、ポケーって見れないんです。顔が苦手ってこと？違う、なんかこう。怒らした怖いなみたいな。いい感じ。そうか。あるある。昔はなんかあったみたいな感じの雰囲気の圧力があるからポケッと見れない。見てるけど。ああ、だから川西さんは喋り方がおっとりしてるから聞きやすいのかな。だから別になんか企画考えてポケッと。よくあるよ、 YouTube でも。ただ僕本当に何もつまんない。ただ飯食ってるだけど、はい、ずっと見てしまう番組とかあるやん。だってし、こう笑うより、たぼけーとこう。あー、誠治さんでも面白い？いや、すごいと思うけど、なんか圧力がある、ね。あと誰聞いてほしい？え？もう3日4日は本当半端ない。かやくさんは？前行ったわ、本当に。でも正直知ってた。単体で見たことない。必ず誰かの脳でしか見たことないから正直わかんない。あ、コラボばっか。そう、単発で見たことないから。そうなんだ。うちの中はずっとクーラー効かせてるんじゃない。企画ものやってるの。単体もの、企画ものってある。私クーラーが弱いから企画ものぐらいでしか見たことないから分からん。まあでもあれだもん、かやくさんもいつも企画してるよ、絶対に。いや、一人でやったの見たことないから分からん。まあコラボが多いかもね、うん、確かにかやくさんはね。で、見てどう思う？コラボ見てどう思う？死んでるよなんて。やっぱサラリーマンしてるなと思った。え？サラリーマンの勤めしてたっていう。死んでるけど生きてるよ。あの人なんかサラリーマンしてるんだよね。昼の仕事。かやくさんは今は知らない。犬めちゃくちゃお坊ちゃま。猫は家で2階でさ。あ、ティーキーありがとう。皆さんちょっとナイスお願いします。500ナイスまで。強制してますか？